おいでくださいました。陽子の部屋へ。最近急増している質問、月経カップは生理が始まる前に装着していいの？にお答えします。生理始まってないんだけどもうすぐ来そうって時に、事前に月経カップを装着してスタンバイするのはありなのかなしなのかという疑問ですね。中にはですね、私のこちらの動画を見て疑問に思ったという方もいらっしゃるので、まだ見てない方はね、ぜひ合わせてチェックしてください。リンクは概要欄に載せておきます。月経カップの難しいところはユーザー側の判断になってしまうというところですよね。毎回言うことなんですけど、月経カップもタンポンも使わなくて済むなら使わない方がいいアイテムです。限りなく安全とは言っても体からしたら異物ですからね。まずはそこを抑えつつ、とはいえ垂れ流すわけにはいかないし、なんなら快適にしたいということで便利なツールに頼っているわけなんですけれども、これという正解を示すことはできません。あくまでも私の考えをシェアしますので、陽子さんが言っていたからではなく、ご自身で考えてご自身で判断してください。まず私のケースをお話しすると、私は低用量ピルを服用しているおかげで生理が始まる日にちどころか時間までわかります。今日の16時頃から生理始まるなって時は、朝一でカップを装着してストレスフリーで一日を過ごすというのがルーティンになっています。なので生理が始まる数時間前にカップをすでに装着してしまっているというのが私のスタイルです。周期が定まっていて、だいたいこの日にやってくるということが分かれば、事前に装着するのはありなんじゃないかなと思っています。ただ周期が安定していなくて大幅にずれる方いますよね。こういう方は月経カップ以外のツールもうまく使う必要があるんじゃないかなと思います。私は低用量ピルを服用する前は予定日から4日遅れるとか5日遅れるなんてザラにありました。その場合、事前装着してスタンバってると、事前装着の5日プラス生理期間の7日で計12日間装着することになりますよね。まだ5日で済むのはいい方かもしれません。7日とか10日とかずれ込んだ日にはさらにカップの装着期間が伸びるわけです。こういう場合、私だったら今日は生理がいきなり始まってもどう頑張ってもすぐには対応できないという日の昼間だけ月経カップで過ごして、あとは吸水ショーツとか布ナプキンで過ごしますね。あと単純に生理じゃない時に月経カップを入れるのが不快という方もいますので、まあ、そういう方はそもそもね、使う気にならないと思うんですけど、気持ちが乗らない時に使うのが一番不健康だと思うので他のツールに頼りましょう。こういった細かいところに注意を向ける理由というのは、先ほど紹介したこちらの動画でお話ししていますが、とっても簡単に言うと月経カップも 100% 安全ではないからですね。便利だからといって多用するのは安全ではありませんので、しっかり考えて使うようにしましょう。当チャンネルでは月経カップに関するマニアックな情報からお役立ち情報まで発信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また Twitter や Cups with You という月経カップ情報サイトも運営しておりますので、お立ち寄りください。今日もお付き合いいただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。ジュジュカップ、ジュジュライフ、オーツカップ。